カルロ・ゴンザーガ・ネベルス、または、シャルル・ド・ゴンザーグ・ヌベールは、イタリアのマントバ公爵家の四次公子。また、フランスのマイエンヌ公爵及び、エギュイオン公爵。ゴンザーガ家の傍境であるヌベール公シャルルとその妻で、ギーズ家のマイエンヌ公、シャルルの娘であるカトリーヌの間の次男として生まれた。本家のマントバ公ヴィンチェンツォ二世に着手がないため、その死後は、 ヌベール公爵家がマントバとモンフェルターとの二つの公爵領を受け継ぐことになった。シャルルは1627年、フランチェスコ4世の娘で、ヴィンチェンツォ2世の命にあたるマリーアと結婚し、父と自分のマントバ公爵くらいの継承計をより確実なものとした。ところが新生ローマ皇帝フェルディナント2世は、マントバを新仏派のヌベール公爵家が継ぐことを好まず、 ゴンザーガ家の別の文家である、グアスタル・ラ・公爵家の当主チェーザレ2世を対立後継者に押したため、マントバ継承戦争が勃発した。1631年、カブリアーナで父に先立って創生したため、マントバを統治することはなかった。マイエンヌ公位及び、エギュイオン公位は、弟フェルディナンが継承したが1年で死去し、マイエンヌ公位は、カルロの息子カルロ2世が継承した。 カルロ2世は後に、マントバ行為も継承した。ありがとうございます。